元気がいいな、医者のせがれ。奴らが壁を壊すことがあったら、そらしっかりやるさ。しかしな、そんなこと100年間で一度もないんだぜ。でも、そうやって安心してる時が一番危ないって、父さんが言ってたんだ。イエーガー先生か。まあ確かにな。前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴らは別だよ。兵士になれば壁の補強とかで外をうろつく奴らを見かける機会があるんだが、奴らにこの50メートルの壁をどうこうできるとは思えねえんだ。じゃあそもそも奴らと戦う覚悟なんてねえんだな。ねえな。なんだよ、もう中東兵団なんて名乗るのやめて壁工事団にしろよ。それも悪くねえ。しかしな、エレン、兵士が活躍するってことはそれこそ最悪の時だ。俺たちが役立たずのただ飯ぐらいだってバカにされてる時の方がみんな平和に暮らせるんだぞ。一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。子供が勇ましい子った。何もできやしねえくせにな、ハンネス。おい、エレン。おかしなやつだな。まさかあいつ調査兵団に入りたいのか。エレン、調査兵団はやめた方がいい。なんだよ、お前も調査兵団をバカにしてんのか。バカにするとかそういう問題じゃ。